私ね、めんつゆないんですけど、みりんと醤油で代用できるよね。こんなもんか。これ加熱した方がいいのかな。加熱め、どうなの。通知来てない。これで一回チンするっけ。これ一回チンする。やりません。もうちょっとみりん入れようかな。だしか、だしも入れて、で二日酔いじゃないよ。まゆちゃん一日店長頑張って、ありがとう。風船、金の風船ありがとうございます。あのゴールデンアイテムめっちゃ嬉しいです。これチンするんかな。え、あのそばがないからそうめんのうどんバージョン。なんかうどん食べたくなってきちゃった。いい感じ。あっという間だね。もうかよって。もう月曜日なんだねって。あ、エンディさん、今日何時に来るの。今日ね、まあ、21時出勤だから、ご飯食べて支度して、あのヘアメイクする。自分でできないから。歌舞伎町でヘアメイクする。自分じゃできない。前キャリーちゃんにやってもらったんだけどさ、あれ自分じゃできない。自分じゃできませんので、やってもらおう。楽しみ、みんなどうなるかな。あ、ありがとう。あ、ゆっちゃん、ゴールデンクマさん、ありがとう。ナイス。
大中。あ、これ美味しそう。雑ひどかった、すいません。あ、ラブリンありがとう。この前はすいませんでした。うん、あ、配信しないよ、まゆ。できた。美味しそうじゃない。いませんでした、心配かけて。予告って何？仕事前にネギ、確かに。そう、なんかさ、あの、あきこママの店でさ、今日まかない食べようと思ってうどんのこと考えたら、うどん食べたくなっちゃった。うまし、うまい。ニンニク入れてない。もう一回歯磨くかじゃん。もう一回磨くかじゃん。おいしいよ。いや、ナイス、やんない。ごまとか、わさびとか、生姜とか。これ食べて、メイクしよう。歯磨きしてもネギ臭いの消えない？え、てか今日暑くない？もうな、夏じゃん。アニティをもう出した。暑いから。もう季節は。あと先月は応援ありがとうございました。4月、また今月もよろしくお願いします。今月も仲良くしてください。今日はチャイナ、いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。 あ、そう、つなちゃんも来てくれるって。つなちゃんでしょ、山田くん、ちむちゃん、あと、みーこと、みーこの友達、あと、あいこママ、あと誰だっけ、エンディも、エンディでしょ、あとは分かんない。あ、そう、水吉ちゃん、あ、ありがとう、あゆみちゃん、カフェドリンク。17歳、娘やん、ありがとう。みーこ来る。イギリスとどうなんだろう、わかんない。うん、つなちゃん、みーこいるからね。
みーこ22時に来るよ。あ、佐々木さんも来る。配信者ばっかり。まあだからなんかそうだね、リスナーさんはちょっとやっぱりビビっちゃうみたいだね。あ、久しぶりに働くのか。何したらいいの、働くって。お酒作るだけ。いや、なんかほら皿洗いとか、なんなの、なんかほらうどん作ったりとか、なんかさ、そういうのもやんのかなね。何するんだろうね。ダメだよ職人マン。21時だよ職人マン。コミュ障だけど大丈夫かな。え、大丈夫。お酒飲めばさ、ちーちゃんおとなしいもんね。その人のお酒だけ、はい、だから、あれだっけ、隣座っていいんだっけ。隣座っちゃダメなんだっけ。向かい合わせで座って、うん。あ、ねえ、働くパパ来る、あきこママの店。あ、行くんだ。ゲロピク。そう、なんかうどんのこと考えたら食べたくなっちゃって。いや、もともとね、予約制じゃないの。よかったら来てください。どっちみち予約じゃないよ、入ったもん勝ち。うん、で、今日はあまり枠やらないから。あ、まどかちゃん初コミありがとう。田中さんは今日ね、送ってくれる、あの、そう、送ってくれるんだ。田中さん、8時に部屋目だとしたらさ、あの、何時にうちに着けばいいの？何時に支度完了してればいいの？7時？ 7 時？了解です。そうだね、ゴールデンウィークだから渋滞するかもしれないしね。すなちゃんハイボールで、レモンサード。すなちゃんお酒強いから大丈夫。甘い。今日はたくさん飲めるように
日酔いにならないらしい。津村の津村の17番。食リマンすぐ帰るの？え、なんで？どうして？寂しいやんけ。これ17番、これなんかね、二日酔いになりづらい。なんかよくわかんない、リスナーさんに教えてもらった。でも確かに二日酔いになんないけど、なんか酔わないんだよね。リスナーさんいるとったら、ほら働くパパとかさ、リスナーさんもいるよ。ここにもリスナーさんいるよ。あ、職人マン一人じゃないから大丈夫だよ。あの配信者の名前だけあげただけ。え、食前、あ、そうなんだ。そういうこと言わないでね。118号。差し入れ、来てくれるだけで嬉しいです。リスナーさん。リスナーさんがいっぱい来たらさ、怖くないでしょ。大丈夫、マイク守ってあげる、守ってあげる。マグカップまだあと5個あるね、うん。あ、そうなんだ。エンディさん何時に来んの？エンディさん「あ、ラブリンゴールデンウィーク」なんだ。あ、ゴールデンウィークなのに。日給20万じゃないよ。21時。あ、じゃあ一緒だね、前と一緒だ。いや、今日コスプレ、今日はちゃんとメイクもして、かやくさんは来ないんじゃない？かやくさんはなんか東京行ってるけど、あ、そうそう、佐々木さんも来るって言ってた。何時に来るかわかんないけど、あきこまの枠荒れるから。まあでもあきこまの枠だからな。メイクするか。メイクします。
返信します。お風呂も今出たばっかり。7時か、2時間後か。もう早いね、時の流れ。よっさん連絡来なかったから多分来ないんじゃない。あ、そうだ、歯磨く。もうしまわないとね、なんかトレーナーとか。ねえねえ、気づいた？鼻小さくなってない？前よ、鼻小さくなってない？おなか、あれ、鼻ねえ、気づいてた？なってるって。美顔つけてないもん。ね、5月の3日で無加工終了編です。早いね、1ヶ月ね。なんか違和感ない。もうやだって。養分にリベンジしてまで1ヶ月とか言われたらさ、やだよ。一番やだよね、無加工って。ありがとう、歓迎か。
ほら、ちっちゃくなったくない？マジで。そんなに鼻に目いかなくなった気がするんだよね。4月の頭さ、もっと違和感あったもん。そう、なんかね、着々と引いてきてるね。あー、花火ありがとうございます。あー、ありがとう、なっちゃん、ありがとう。花ダウンタイム長いよね。長いね。まあ、だから、あ、金の風船ありがとう。いちゃんありがとう。いや、ナイスやらないです今月。いいよ、遅なくても。6月に1回だけやる。しんどいナイス。大当たり、ナイス、ありがとう。ナイス、大当たり、ナイスです。これカラコンは、これもうね、販売中止は、もう生産してない。これもうね、生産してないです。よくメイクしてると思わん？メイクリ